イーゴリ・レビチン、麻生太郎首相、メドベージェフ大統領、アレクセイ・ハリトーノフ・グランド・アニバ、LNG キャリア船長、イーゴリ・エフゲニエビチ・レビチンは、ソビエト連邦の軍人、ロシアの政治家、ロシア連邦大統領補佐官。2004年から2012年まで、ロシア連邦運輸大臣を務めた。ウクライナ共和国オデッサ州出身。1970年ソ連軍に入る。 1973年、レニングラード鉄道部隊、軍事郵便士官学校を卒業し、オデッサ軍管区、ドニエストル鉄道勤務となる。1976年から1980年まで、カタ軍集団に配属される。1983年、ソ連兵団輸送軍事アカデミーを卒業する。専門は、通信技術。1983年、バイカルアムール。 鉄道ウルゲル駅鉄道部隊司令官。企業、ゾロトゴズベナにも参加している。1985年から1994年まで、ソ連地上軍モスクワ鉄道部隊司令官、軍事通信次長。1996年、スベルスタルトランス社に入り、1998年から副社長。また、ロシア連邦政府の鉄道輸送機関、改革審議会委員も務めた。 2004年3月9日、ロシア連邦運輸通信大臣に任命される。2010年に、モスクワ市長を解任されたユー・リルシコフの公認候補として、名前が上がった。2012年5月12日、ドミートリー・メドベージェフ内閣の成立に伴い、運輸省を退任し、大統領顧問に就任。2012年9月2日、大統領補佐官に任命された。夫人との間に、 カズメがいる、ありがとうございます。